はい、こんにちは。今日はですね、中国の情勢についてお伝えしてまいります。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。まずはニュースを読んでまいります。陝西省、山東省、広西チワン族自治区の一部地域では豪雨が数日間降り続いており、各地で山津波や都市部の冠水が発生しています。外出ができなくなった住民は木の板やベッドのマットレスを船の代わりにして外に出ています。広西チワン族自治区の南寧市では8月31日夜から9月1日朝にかけて局地的に豪雨が発生し、都市部のあちこちで水が溢れて冠水したため、ベッドのマットレスに乗って外に出る市民もいます。8月30日、山東省家宅市では各地で深刻な浸水が発生し、外出できなかった市民が木の板に乗っている様子が撮影されています。青島市では8月31日、連続的な豪雨に見舞われて市街地の複数の地域に深刻な浸水が発生し、多くの道路が一面の水で覆われ、多くの自動車が水没しました。ローザン区の景観区でも激しい洪水が発生し、山道が通行できなくなった様子が撮影されています。四川省、陝西省、河南省、山東省などでは9月3日から再び雨足が強まり、雨天が5日まで続くと予想されています。このように報道されております。で、今回の大雨は広西チワン族自治区の一部地域のほか、四川省、陝西省、河南省、山東省の、一部地域で被害が出ているということがわかると思います。で、こうしたですね、市街地での洪水浸水というのは経済的な打撃ということが懸念されるわけですけれども、この他にですね、やはりこの中国の農業ということへの被害といったものも懸念されると思います。で、広西チワン族自治区はですね、サトウキビ産地でもありますよね。で、陝西省、河南省、山東省では専用種小麦、これはパンとかお菓子用専用種の小麦でありますけれども、そうしたものも取れたりします。また四川省、河南省、山東省の畜産というのはですね、養豚など主要産地といったことでもあります。特に河南省はですね、中国の農業という意味で、大きな地域であります。で、今回雨でこうした浸水や洪水などの被害が出ている地域というのは、小麦あるいは水稲、畜産など、そうしたことでの重要な省で被害が出ているということが見えてくると思います。で、こうした長江、淮河流域周辺のですね、水害というのは中国の農業、経済、物流ですね、そうしたことに甚大な被害をもたらす可能性があります。また現状ですね、パンデミックの影響で中国当局が非常に厳しい、規制ですね、準ロックダウンのような状況といったことを各地で行っておりますけれども、そうしたことによる深刻な物流の渋滞、そうしたことも報告されております。ですので、こうしたことが今後中国経済にどのように表面化してくるのか、そうしたことは注目すべき点だと思います。で、こうした中ですね、食料不足、中国共産党が飲食業界で内部告発を奨励。中国共産党は最近食の安全問題を強調しており、市場監督管理総局が食品メーカー6社を連続して摘発したほか、中国共産党メディアも市民に対し外食産業の不正を摘発して報奨金を手に入れようと呼びかけています。中国の食の安全問題は以前から存在していたにもかかわらず、当局が突如として特定のグループ同士を争わせることで問題の解決を図ろうとし始めた意図はどこにあるのでしょうか。8月23日午前、有名チェーンレストランが賞味期限切れの食材を大量に使用しているとの情報がウェイボーの検索ワードトップに躍り出ました。中国共産党は同社に対し速やかに調査を開始しました。この日、中国共産党市場監督管理総局は記者会見を開き、食品安全上の問題があるとして有名食品メーカー6社を処罰したと発表しました。でですね、中国のメディアの経済日報は8月25日、天に代わって正しい道を行うことができる上、報奨金をもらえるというチャンスがあったとしたらどうしますかといったですね、そういった内容を報じたと言われております。で、こうしたことというのはある種ですね、フードデリバリーの配達員ですとか内部関係者に、食品安全問題のですね、内部告発といったことを、ある種奨励させているように見えます。ですので、こうした内部告発といったことが頻繁に今後起きてきますと、
中国のこうした有名な食品メーカーということへの経営といったことにも影響が出るのではないかという懸念があります。で、経済日報はですね、先日公布された市場監督管理分野の重大違法行為通報奨励暫定方法に基づくと、告発が事実であると証明された場合、通報者は巨額の報奨金を得ることができると報じています。報奨金は最低1000元（約1万7000円）最高で100万元（約1700万円）です。さらに経済日報は、不正を働いているレストランを1回通報しただけで1000元、場合によってはそれ以上の報奨金が手に入るとなれば、苦労して配達してもわずか5から6元、約85円から100円にしかならないフードデリバリースタッフのほとんどが告発するだろうとも報じています。で、今回この中国政府が突如として食品安全問題を持ち出して、全国の民衆に飲食業界のある種告発ですね、不正なことがあったら告発してくださいといったことを呼びかけた点がなぜなのか大きく注目されています。で、飲食業界を含めた中国の食品業界というのは、食の安全問題が頻発しているのではないかといったことに注目する人もいます。で、今回の食品安全性に関する大々的な、ある種中国政府の呼びかけというのは、本当の原因は中国の食料不足だと指摘する声もあります。中国の民衆公益活動家の唐さんは、中国の民衆はパンデミック下の中で経済的不満を募らせているので、食品安全問題を持ち出すことで国民の視線を違法業者の方にそらそうとしているのだと考えています、というふうに、こうした見方も報道されております。こうしたですね、食料問題といったことがある種表面化する中ですね、習近平政権は増税に踏み切ると思われます。中国当局、年収850万円以上世帯は高所得層。中国官製メディアはこのほど、習近平政権が推進する富の再分配をめぐって高所得層の判断基準を示唆した。年収50万元（約851万円）以上の世帯の収入は増税などで調整されると示した。習近平国家主席は8月17日、共同富裕を実現するために富の再分配を行うと明言し、高所得層の過大な所得を合理的に調整するなどと発言した。中国共産党機関紙人民日報傘下の雑誌中国経済週刊は8月31日、国家統計局の寧局長の話として年収50万元以上の世帯は高収入世帯と認識しても良いと報じた。また報道は他の学者の意見として、住む町の平均所得の3倍以上の収入を得ている世帯も高収入世帯だとした。この基準では中国の人口約半分、数億人が調整の対象になるのではなどとの意見も中国国内で出ている。大紀元コメンテーターの唐氏は8月下旬、当局は共同富裕を掲げて強制的な手段で貧富の格差を解消したい。しかし対象はあくまで高所得層であり、高資産と呼ばれる大資産家ではない。したがって中国の中間層は調整の対象になる可能性が大きいと指摘した。またコメンテーターの秦氏は1日、北京市や上海市などの大都市では、住宅価格や物価の高騰などで年収50万元であっても決してゆとりのある暮らしはできないとした。このようにですね、中国では現状、食料問題、そしてこのパンデミック対策によるですね、経済の停滞といったことが懸念されております。そして今回の増税の示唆。で、この中国の富裕層の間ではですね、今まで何と言われてきたかと言いますと、ある種ですね、自由といったものが、中国は共産党ですので、その自由といったものが制限されても、お金が入ればですね、そうしたこともある種我慢できるといった声が以前から囁かれていたというふうに報道されております。しかし今回ですね、習近平政権は高所得層とは言いながらも、実は中間層も対象になる可能性の大きい増税ということを示唆したということになります。で、これはつまり今後中国習近平政権は統制を強めつつ、かつ増税もするということを示唆していると思います。こうなりますと、中国国民の方々の立場から考えますと、自由といったことも制限され、なおかつお金も取られるということになります。ですので、こうしたですね、事態に中国国民が今後どのような反応を示すのか、そこはですね、大きな注目点だと思います。来年にかけまして、中国共産党は北京五輪ですとか、2022年秋の中国共産党党大会で習近平氏が3期目以降の実権を握り続けようとする中ですね、中国当局は、そうした中、このパンデミックの厳しい感染防止対策を来年いっぱいも続けるという方針を示していると言われております。
しかしこうした中国の厳しい感染防止対策というのは、短期的にはできるかもしれないんですけれども、長期的な経済活動といったことを考えた場合に、こうした対策に中国経済がどこまで持ちこたえられるのか、そうしたことも懸念されていると思います。中国ではですね、その国営メディアがデルタ変異株がこのところ収束の兆しを見せていると報道しておりまして、それは中国の国営メディアによれば厳格な感染ゼロ政策の成果だと主張しています。しかしですね、この中国の感染ゼロ政策というのは、感染者の出た地域は直ちにロックダウンの対象となりまして、住民は緊急の場合を除いて外出を禁止されたりですとか、移動も制限され、都市間を行き来した人には追加の検査や強制隔離が課されたということがありました。ですので、こうした中国の感染ゼロ政策というのは香港でも採用されました。で、中国の国営メディアは感染の抑え込みに成果を上げてきたとしておりますけれども、ただしこうしたですね、非常に厳格な措置が必要とされるため、経済的な観点から考えてもですね、長期間継続するのは非現実的との見方も強いというふうに分析報道されております。で、特に世界はですね、今米中情勢ということで、サプライチェーンの再構築といったことが起こっていると思います。そして中国から東南アジアなどに、生産拠点の移転などの動きがある中、中国指導部はですね、その経済対策、食料問題、そして増税の問題などといった難しい舵取りと直面していると思います。ありがとうございました。